今回は、ズバリ、男の夢、1億円についてお話しします。送り人チャンネルの皆さん、どうも、わっとです。チャンネル登録者の皆さんから毎日嬉しいコメントがたくさん届いております。だいぶ買ったと思います。500万ぐらい。寝てるだけでお金が増えてくる。 本当に増えるかどうかわかりませんけれども、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回のテーマは皆さんに前アンケートを取った中でも特に要望が高かったファイラーと投資についてというところでお話ししてみたいと思います。内容といたしましては、まず1億円貯めるための投資、そして1億円貯めた後の投資についてお話ししていくんですけれども、まず最初に残酷な現実をお伝えしなければいけません。ズバリ1億円貯まったらできることって何なのか、それはせいぜいスタバで 最新作を気兼ねなく頼むことができる。まあ、そんなぐらいです。こんな夢のない1億円ですけども、今回はこれをズバリ60歳までに貯めるにはどうしたらいいのかっていうところをお話していきたいと思います。なぜ60歳なのか、なぜ1億円なのか、その答えはズバリ、ぶっちゃけノリス。なんとなくっていうところで設定したんで、細かいところですね。いや、自分は8000万円だ。自分は1億5000万だっていう人は、今回の動画をもとに自分でちょっと調整してもらえればと思います。 今回は目標年数と入金力。これをいろんな条件にしてみて、人気投資信託であるオルカンで果たして達成可能なのかっていうところを見ていきます。ただ、年齢っていうのは視聴者の方、皆さんバラバラなんで、今回は投資年数っていうところの条件を変えてみてですね、シミュレーションしていきますんで、自分の年齢と照らし合わせてみていただけたと思います。資産運用していくための必須条件としての3つ。年数、そして入金力、最後に年率。 この3つをさまざまな条件に変えていってシミュレーションするんですけども年数については10年から30年まで10年刻み入金力は毎月5万円から20万円までですね入金額を変えてみますそして年率投資対象商品を 4%6%8% の3パターンにしてみてそれぞれの条件でできるのかっていうのを日本で2番目に信頼できるサイトそう金融庁のホームページでシミュレーションしてみました ま、ぶっちゃけた話ですね。金融庁にあるこのシミュレーションのページに条件を入れ込んで計算ボタンを押しただけなんで、そんな難しいことはしておりません。では具体的にですね、どんな結果だったのか見ていきましょう。まずは年率4%で運用できた場合にはどれぐらいで1億円達成できるのかっていうところです。 この4%っていうのは多分投資してる人だったらわかると思うんですが結構手堅いリターンになってきます条件がこんな感じ左上のこの4っていうのが4%を指しておりまして次にこの横がですね毎月の入金額を示しておりますそして縦が積み立てを行う年数になってきます例えば毎月5万円これを10年間年率4%の投資商品で運用した場合だと 理論上資産っていうのは10年後にに万円になってきますこんな感じで様々な条件で運用してみますと、まあ、こんな感じの値になりました。1億円達成してるっていうのがここですね。太文字アンダーラインにしております。毎月15万円を30年、そして20万円を30年運用した場合になってきます。 しかし、これらの資産、実際に生活費として使用するには税金がかかってきます。ニーサならご存知の通り非課税なんですけども、非課税枠の範囲で資産形成できるっていうのは、この白枠の部分。一人に与えられたニーサ枠の元本の範囲で収まるものになります。逆にこの薄黄色の部分っていうのは、投資元本っていうのが1800万円を超えて3600万円までの間。一人だったら税金がかかっちゃいますけども、夫婦でこれだけの資産形成をするなら税金はかかりません。 オレンジの部分っていうのは、投資元本が3600万円を超えてきますので、夫婦だけではですね、ちょっとはみ出した部分の元本っていうのは、売却時に税金がかかってくるって思っておいてください。 ということで、15万円を30年間、そして20万円で積み立てて30年間運用すれば、とりあえず1億円は達成できそうというところなんですけれども、え皆さんに知っておいてもらいたいのが、例えばなんですけど毎月10万円20年間運用しますと、こんな感じの資産になりまして、黄色部分が運用益、青色の部分が投資元本になります。こんなふうにですね。 年率4%の商品になってくると20年運用した段階でもやっぱり投資による利益っていうのは半分にも満たないなんだかんだ言って入金力が非常に大事になってきますということで4%の金融商品を使って1億円計画達成するためにはまずはやっぱり運用期間の長さがめちゃくちゃ重要30年間っていうのは必須条件だと思っておいてくださいそのため少なくてもこんなアイテムを知ってるような年代の人は この条件だと60歳で達成するのは結構厳しいかもしれませんね。場合によっては入金力を上げたり、もしくは投資商品のリターン、ちょっと高めのものを攻めてみてください。では、この4%って言ってるけど、具体的に何に投資したら4%のリターンを狙っていくことができるのかっていうところを言ってみましょう。ぶっちゃけたな話、4%っていうのを達成するのはそこまで厳しくはありません。満たす商品たくさんあるんですけども、まあ、代表例としてですね、さっき言った マッチストリムの全世界株式オールカントリーこれなんていうのは最有力候補になってくると思いますじゃあこのオルカンどれぐらいのリターンなのかと言いますとオルカンと同じ指数をインデックスとしている ETFACWI これ iShares MSCIACWIETF っていう商品なんですけれどもこちらのリターンを見てみますと2008年からの運用でなんと設定来の年率っていうのは6.97%となってきております実際ドル円の為替の影響を加えればもっと高いリターンになってきます ただ、為替っていうのは、ある程度の周期で円高に触れることもありますんで、期待しすぎるのは危険になります。とはいえ7、7%っていうのは十分すぎる。現実的には4%を達成するには十分な投資対象商品になります。そして実際、この ETF が連動している指数だと、1987年からのデータもあったんですけども、こちらでも年率8.21%になってきます。ということで4、4%には十分すぎるリターン。 よし、十分4%上振れしてくれそうだと喜ぶのもいいんですけども、4%を目標として資産運用していくって決めた場合に大切なことっていうのは、4%を超過する高いリターンを出すことというよりは、どんな局面でも安定して4%刻んでいくことの方が、どっちかというと重要になってきます。高いリターンよりも、ズバリリスクを下げること。こっちの方が大切なんですね。じゃあ、この、オルカンの投資信託。 これ一本でも悪くないんですけども、リスクを下げるっていう意味で一緒に合わせ持つなら何なのかそれがこちら。SBI i ア r s 全世界債券インデックスファンド、SBI i ア r s ゴールドファンドの2つになってきます。この2つの投資信託っていうのは、ズバリ、オルカンが全世界株に投資するなら、全世界の債券、そしてゴールドに投資できるっていうファンドになってきます。 ゴールドの方はわかりやすいですけども、全世界債券の方、この相性、サクッと全世界債券、簡単にですけども、紹介させていただきますと、この商品って2つの ETF に投資することで、米国の債券に60%、そしてそれ以外に40%投資するっていうような、こんな投資信託になってきます。ポストの安さもありますけども、このウェイトって、オルカンのアメリカウェイトと大体似てるんで、かなりですね、地域分散っていうのはオルカンに似てるような感じになってきます。 具体的な投資対象となってくる2つの ETF っていうのがこちら。i シ h アーズコア・ o r e u アグリゲート・ボンド・ ETF と i シ r アーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンド・ ETF になってきます。これ、ティッカーシンボルで言いますと何かというと、AGG と IAGG の2つになってきます。この2つのファンドを64の割合で持つっていうファンドなんですけども、じゃあこのオルカン、全世界債券、ゴールド、これらを絶、ね、ポートフォリオ組んでみたとき、どれぐらいのリターンになるのか。 ポートフォリオを組んでみたときに4、4%ぐらいのリターンのときに、どれぐらいリスクが下がるのかっていうのを見てみましょう。今回ですね、自分の中でどれぐらいかなと適当にポートフォリオを組んでみました。これですね、ざっくりと説明しますと、ACWI っていうのがオルカンになります。そして AGG と IAGG を6対4の割合で持ったもの。これが サクッと全世界再建になります。そして GLD っていうのがゴールドの投資信託を指していると思ってください。これを株式、債券、ゴールドを1対2対1の割合で持ったポートフォリオっていうのがこちらになります。今回シミュレーション期間長く取りたかったんですけども IAGG が上場したのが2016年からということなんでそちらからの積み立て結果を出しております。毎月積み立てていきますとオルカンだけだと10%のリターン。一方でさっきのポートフォリオですとリターンは4.86%まで落ちてしまいます。 ただまあ税金とか引いても大体4%くらいは狙えるかなというところなんですが注目していただきたいのはやっぱりこの標準偏差の部分オルカンが15%だったのに対して今回のポートフォリオ7.2%まで下がってきてくれておりますもちろんワーストイヤーのリターンっていうのもかなりマイナス幅を小さくできているポートフォリオでしてリターンも下がってしまいますけどもそれ以上にリスクもしっかりと下がってくれるそんな4%をきっちりと狙っていく方向けのポートフォリオになっております決して高いリターンではないんで 早期ファイヤーを目指したいっていう人よりも今の仕事結構楽しいなととりあえずは自分の体力が衰えてくる60歳のタイミングここでファイラ60しっかりできれば OK っていう人向けのポートフォリオだと思っておりますさらにこの目標を達成するために、まあ、月5万円稼げる副業があれば僕は完璧なんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、どんな副業をするかっていうところについてはあえて深く追求はしませんでは続いて6%っていうところいってみましょう 6%のの場合ですとこんなな感じのリターンになってきますまず注目したいところが、1億円達成しているところ、30年間の運用すれば、毎月10万円以上積み立ててればいけますよって感じになってきますね。ただここ、毎月10万円積み立てを30年間した場合だと、ちょうど1億円ぐらいなんで、ちょっとはみ出している部分の税金、これを考えると、使える金額っていうのはちょっと1億円下回るかもしれませんね。たださっきのシミュレーションに比べるとかなり1億円に近いところもポツポツと出てきてるっていう感じになりますし、 20万円を30年間積み立てれば2億円の大台に乗ってきます。そしてさっき紹介した含み益と元本部分の割合っていうのも毎月10万円20年間だとだいたいですね、1対1ぐらいの割合になってきます。やっぱり4%に比べるとお金の働いてくれる力っていうのが大きくなってきておりまして逆にこれを30年まで拡大しますと含み益の割合っていうのが急激に拡大してくれます。年率っていうところと 投資の長さっていう2つやっぱりすごいなっていうのがこのグラフ見ていただけると改めて実感できるかと思います。ということで、6%運用だったら、まあ、30年間ですね、しっかりと n ーサー枠使って夫婦で頑張れば十分達成可能だと思っておりまして、今すでに n ーサー使って投資始めてる人だったらもう十分60歳でいけるでしょう。では、それに対してどんな商品で投資していくのか。 っていうところについては、さっきのオルカンがもう本当の本当にぴったりなんじゃないかなと僕は思っております。ちょっとリスク上がっちゃいますけども、ここにゴールドとか債券組み込んじゃうと、リターンがちょっと下がりすぎてしまうんで、とりあえずは自分が健康で稼ぐ力がある限りは、オルカン1本で OK なんじゃないでしょうか。さっき今7%とか言いましたけども、一応円高に触れる可能性と、ニーサ枠外の分、税金がかかっちゃうところっていうことも考えても、 まあこの6%運用を目指す上ではオルカンがベターな選択だと僕は思っております。では続いてさらに高いリターン8%の話行きましょう。8%になってくるとですね、億達成っていうのも結構いろんな条件で達成可能になってきまして、毎月20万円投資できる、結構入金力のある方だったら20年でも十分達成可能になってきております。 子供の教育資金なんかがかかりやすい40代の方が20年間毎月10万円達成するだけでも6000万円近くまで膨らんでくれるんで、やっぱりこの年率8%っていうのはなかなかなパンチのあるような運用方法だと思います。これの場合だと毎月10万円を20年間運用するだけでも含み益の割合っていうのはかなり大きくなってきます。 じゃあ、この8%運用するためにオルカンでいけるのかって言いますと、オルカンでも不可能ではないと思うんですけども、円高に触れると、ちょっと達成率は下がっちゃうかなと思っております。そうなってくると、やっぱり現時点でですね、リターンの優秀な S&P500 の投資信託っていうのが選択肢として上がってくると思います。もちろん、アメリカ以上の魅力的な国があるならですね、それをポートフォリオに組み込むのもありだと思います。ただ、僕の考えとしては、国家規模の勢力が大きく入れ替わる、国の成長っていう そんな規模で考えれば20年程度っていう短い期間では達成率が最も高いのは現時点では土台がしっかりと出来上がってるアメリカだと思っております。やっぱりこの SP500 を軸にそこにですね勢いのあるような国があるならサテライトとして組み込んでいくっていうだけでも十分8%は達成可能だと思っております。ただもうちょっと攻めつつも守りつつもそんな思いがあるなら コアとするファンドを日清ナスタック100インデックスファンドにして、さっきと同じように、サクッと全世界債券、サクッと純金、ここら辺をですね、分散効果として組み込んで8%に落ち着かせるっていう戦略もありだと思います。アセットをどこまで分散したいのかっていうところでですね、S&P5001 本でいくのか、債券ゴールドを組み合わせてさらに攻めたナスタックでいくのかっていうのを選んでいただければと思います。こんな感じで自分がどこまで攻めるのか、どこまで入金できるのかなどで、1億円っていうのは十分達成可能な、 目標になってきます。達成できたあなた、おめでとうございます。では、ここから行ってみましょう。1億円貯めた後の投資についてです。多分、1億円達成できた時に、振り返って思うこととして何があるのか。まずは、物の価格が上がってるっていうような、そんな辛い現実があるかと思います。デフレ国、日本と言われてきましたけども、今の日本は、脱デフレに向けて動き出しております。2月の会合の際、日銀の上田総裁は、 日本経済について今後も物価上昇が続くと述べた後にデフレではなくインフレの状態にあると述べました今後の日本っていうのは2%の物価上昇が続いていく可能性が高いそのため僕たちは物価上昇に負けないポートフォリオ作りをしていくっていうのは1億円貯まった後の課題でもありますそして1億円貯めてファイヤーして生活費をちょっと使っていこうと思うんであれば自分の年間の生活費そして資産の何に値するのかところをしっかりと理解しておきましょう 例えば、1億円の資産持ってる。生活費は300万円の場合、税金無視すると3、3%の運用をできるような投資商品に1億円投資すれば、とりあえず生活費は毎年確保することができます。これは5000万円で、生活費300万円の場合だと6、6%のファンドに投資するって感じになりますね。ただ実際には、これにインフレ率を上乗せしておかないと、生活費っていうのが実は300万円じゃ済まない可能性が出てきます。老後2000万円問題についても、 インフレがですね継続していくのであれば老後5000万円に化けてしまうかもみたいな記事も出てるぐらい昔と違って日本についても物価上昇をしっかりと考えておくことが重要になりますそうなってくるとじゃあ2%の物価上昇があるとなれば目標のリターンっていうのは5%そして8%まで上乗せする必要が出てきます ここら辺までですね、達成できるようなファンドに投資をしておれば、とりあえずは OK だろうというところになってくるんですけども、じゃあそれを踏まえてのライフプラン、どんな感じにしていくのか。1億円貯めるためのプランっていうのがさっきこんな感じで紹介しましたね。4%運用するんであれば、オルカン債券ゴールドを毎月15万円ずつ、30年間やってみましょう。6%なら、30年間運用できるなら、オルカン10万円計画で十分です。ただ、8%。 ちょっと高いリターンで短期間で攻めたいっていうなら僕は SP500 毎月20万円っていうような米国集中型の投資が再現性としてはかなり高いとは思っていますそれで1億円達成できた後っていうのは年間生活費300万円なら物価上昇まで踏まえて5%ぐらいのリターンが期待できるポートフォリオがいいかと思っておりますこれですねオルカン債券ゴールドと書いてますけれども4%運用のものよりも オルカンの比率をほんの少し上げるだけで十分達成可能なリターンになっております。さらにですね、僕たちには日本の年金というようなサービスがあります。全く期待してない人ばかりだと思うんですけれども、やっぱり老後、なんだかんだ言って年金って助かるんですよね。じゃあ自分がどれぐらい年金もらえるのか皆さんご存知でしょうか。年金ネットっていうような日本年金機構のホームページがありまして、 ここでは自分が今まで払ってきた年金の記録を確認したり将来の年金がどれぐらいなのかっていうのを試算することができますこれ結構便利でして簡易な試算だけじゃなくて繰り上げや繰り下げあとはですね今後の年収などに応じて結構詳細なシミュレーションしてくれるようなサービスがありますこれでお自分は65歳の時にこれぐらい年金もらえるんだったら資産運用をもうちょっと手抜いていいかなと思っちゃうかもしれませんけれども一応注意しておいてください 今の高齢化社会、自分が60歳になるときって、年金の受給年齢が引き上げられていたり、まあ最悪の場合ですね、支給額とかも大きく下げられている可能性っていうのも十分考えられます。年金を全くゼロと考えろとまで言いませんけども、過度な期待をしないシミュレーションをしていきましょう。そして、やっぱりさっきも言いましたけども、僕はやっぱり資産の大きさもそうですけども、稼ぎ口の数を増やしていくことの方が、 精神的な面でのですね、支えになってくれますんで、この年金受給のタイミングで月5万円ぐらいの収入を見込めるような副業、体力が衰えてきた後でもできるようなものっていうのを探しておくことが今の僕たちの最大の課題だと思っております。5%運用で毎月5万円の配当を作るのって、実は非課税でも1200万円。 課税を加味するんであったら1500万円相当の価値があるものになりますんでまあ本当にですね何でもいいんですけどもそういった稼ぎ口を増やすっていう活動も徐々にしていってみてはいかがでしょうかさてここでファイヤー全力達成チャンネルの皆さんにお知らせです えー、いつも動画で紹介している3つの書籍、家族の資産形成術、そして世界一堅実にファイヤーする米国株投資、そして初めての資産運用の3つの書籍、今回紹介した動画、あくまでも数字のシミュレーションの話でしたけども、ファイヤー達成する上ではこの3冊はぜひ読んどいていただきたいなと思っております。1冊1600円ぐらいする書籍が全部無料になってますよっていうキャンペーンなんですけども、家族持ちファイヤーを目指している人、 インデックス投資でファイヤーを目指す人、そして守り重視、堅実にファイヤーを目指そうと思っている人は、それぞれこの書籍が向いていると思います。下に書いているような特徴が、ですねこの書籍の僕が読んでみてよかったなというところなんですけれども、特にですね家族の資産形成術の方では、まあ、こんな風にですね生前贈与など、相続に関する内容とか、リートについて分かりやすく書かれているんですが、知ってますか、この前の日銀の会合以降、日本のリート指数、爆上げ、ぶち上げ状態になっております。 金利の引き上げによる賃貸収入のアップっていうところが期待されているのかわかりませんけどももしかすると今年リートが大反撃に転じる可能性もあるかもしれません後輩等が好きな人は一つリートについても勉強してみてはいかがでしょうかそれぞれの書籍はいつものように QR コードもしくは概要欄のリンクからですね申し込むこと可能なんでスクリーンショット撮ってぜひ申し込んでみてください さて、今回は60歳1億円大作戦ということで、いろんなシミュレーションで紹介してみました。まず、皆さんに知っといてほしいのは、30年という長い期間、2人でリースークうまく使っていけば、この1億円というのは全然現実的な目標です。そして、もしもですね、その達成精度を高めるんであれば、途中からでも結構だと思うんですけども、債券やゴールドという株式との相関性の低いアセットを組み込むことで、リターンは下がるけども、暴落値の下落幅をしっかりと下げていきましょう。 出口戦略、切り崩していくときっていうのは投資対象商品、やっぱりインフレ率を踏まえたアセット、バンドを選択していくことが大事になります。日本はもう物価が上がっていくような国になったんで、そこ,こをしっかりと理解しておいてください。ただし、1億円とですね、年金というところについては過度な期待は禁物です。特に X とか見てみるとね、1億円持ってる人、普通にサイゼリアで飯食って満足してます。贅沢はなかなかできません。 ただ、少なくても1億円あれば、贅沢はできないですけども、精神的な支えになってくれることは間違いありませんので、ぜひ、60歳1億円達成できるよう頑張っていきましょう。さて、皆さんは、毎月何万円を何年間何パーセントで運用していこうと思ってますでしょうかよろしければ、コメントであなたの目標を聞かせていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。